キョウちゃん、キョウちゃん、どこまで行ったんだ。キョウちゃん大丈夫。そんなわけで、めちゃめちゃ可愛かった。いや、別にいるだろ、異性の友達くらい。お姉だっていないが。クソ、もっと平然としろ。認識されたらで、好きなの、付き合ってんの、今度合わせて。絶対うざい。早く寝なよ、疲れてんだから。掘り下げないのか。それはそれで気持ち悪いんだが。要するにさ、女は顔じゃない、愛嬌、それが真理だよ。こいつ、僕が絶対に叶わぬ恋をしていると思っているな。やっぱり姉はどこか僕と似ていて、手が届かないものなら傷つく前に早く諦めろと、そういうタイプなんだ。だからさ、昨日電話してた子も。山田。山田って、キヨちゃんが風邪ひいた時に一人で来て手紙置いてった。あるんじゃない、脈。だってめっちゃ親しいじゃん。ねえ、今度会わせてよ。ねえ、お母さん、おって。やめろ。そういや、山田犬好きだったな。わあ、かわいい。お揃いにしちゃう。あ、する。いつか買う。なんで引くんだよ。ああ、ほんとだ、生山田さん。でかくない。話してきなよ。やだよ、絶対影から覗いてニヤニヤするつもりだ。こぎゃーどうも。キモ。もしかして僕も普段あんなにキモいのか。キモい空間だ。山田。あの、山田さん、今からうち来る？はい。なんで？なんで誘った？なんかついキュンとして。何考えてんだ。へえ。脈しかない。やめろ。どうぞ。まずい。あれはお姉とお揃いという体で買って山田にあげた秋田健太郎。お、開幕早々何しとる。え、あい、これは。じゃあどんな。見られた。こわ。かわいい。こいつ、僕の心のスピーカーか。これ山田の。あれ、お姉、お姉ちゃんって呼んでいい？ありがとうね、キョウちゃんと仲良くなってくれて。それが嬉しいんだ。You seem like the type to love and believe.